どうもこんにちは。マンダでございます。今日は、こんにちはというか、いつも通りね、最近もう夜ですよ。適当6時寸前ぐらいか、もうね、日が暮れておりますが、今日も仕事ざっくり終わりまして、えー、動画でも作ろうかっ,って言っよね。前回と同じノリなんです。前回は GX7M3 やったでしょ。今ね、この動画を撮ってるの GX7M3 に、えー、パナライカの 25mm をつけてみました。それにね、あの、アマゾンで買ってきた7インチのフリー、 フリーワールドさんフリーワールド 4K っていう F6 とかいう型番かなそれのモニターを今ね取り付けて撮影しておりますこれいいのはね α6300 を動画機として使おうっつってケージ買ってきてこうなんかこうデンドロビームみたいに組んでやったんだけどそれよりも GX7M3 の方があのねモニターを本体背面の液晶をモニターを映しながら同時に HD i HDMI 出力ができたりとか。 してて、まあ、普通に見えてるんですよでさっき裏見てるあ両方出るんだって言ってね α6500 とかからもう大丈夫なのかなよく分かんないですけどね、えーまあ、とにかくもういきなり撮れて非常に便利だっていうのが、えー、私からすると結構感動的でしたただ音声入力はん、えー、だろう多分ねオプションの何かをここにこうくっつければあるんでしょうけどとりあえず別撮りしてますここにね Zoom の H1N をええー 持って今ね本んに押す,押すだけ動画モードにして押すだけでスタートしているので、えー、あとは顔を勝手にこう追尾してもらう形にして今ね外付けのモニターにこう僕の顔の周りに四角いのまで追尾してくれているのがよく分かります。ありがとうございます。何がありがとうございます。よくわかんないですけど今日は僕がね前に使っていた。 g x 7 m II の紹介なんです。なんで、レビューもやったんですよ。レビューも動画もやりましたが、なんでわざわざ今これを紹介するかっていうと、カメラはね、最初の1台カメラ何がいいですかって聞かれるの。ですごくよく聞かれて、えーでね、いろんな動画これまで作りましたよ、えー。人物、女の子とか、女の子、赤ちゃんとか、幸せそうな人間を撮る場合は、キャノン買うといいよっていつも言ってます。キャノン買う。 でしょでちょっと渋い目とかかっこいい系のものを取りたいとか鉄とか石とかそういうものを取りたい人の場合はニコン行くといいいよっててつもおすすめしてますであとはそうなんだろうな人と違うものがいいっていう人、えー、ゲーム機でいうセガバイクでいうスズキみたいなのがいい人についてはぜひペンタックスに行ってくださいってねペンタックスはいろいろ苦労しますよ正直ねだけどペンタックスがいい人もいるのでペンタックス行ってくださいとかあとなんだろうえっ、ー、とすごくお金があって変わったものが あの買い,たいっていう人の場合はライカですね明らかに明確に違うよっていうのを見せたい人はライカあとなんだろう主要メーカーで言うとあソニーの場合はねソニーは基本的にガジェット好きの人が多いですねガジェット好きであとカール・ツイスが好きな人も僕もカール・ツイス側から来たんだけどガジェットも嫌いじゃない,いや別に好きじゃないなあんまり興味がないですねガジェット的には、えー、なのでやたらと多機能で、えー、しかもこうそれがもうブワーって順番に並んですよメニューがその優先順位とかつけてない。 そういういのが好きな,なんかエンジニア体質の人にというかあのプログラマーとかの人についてはツリー状に見えるから意外と悪くないという評価を一度だけ聞いたことでも一度しか聞いたことないからねそれ、えー、世界中でこのメニューとんでもねえぞって言ってあの悪い意味で,で不評を買ってるのしかも僕は耳に入ってこないので、えー、そ,ういうのがそういうのでまずい目に遭いたい人要はインターフェース的にはよろしくないんだけどカール体質が使えたりそ、えー、センサー性能がすごいぞバリバリだぜイエーイっていうのが欲しい人はソニーですね。そういうい感じで それはフルサイズの要はセンサーがでかいカメラを使っている使いたい人の場合ねいきなり最初からそれ言ってもいいんだよ全然ね今の時代高くないからでいいんだけどもうちょっとなんかこう APS-C っていうやつねもうちょっとセンサーがちっちゃいやつとかさらにもうちょっとちっちゃいマイクロフォーサーズっていうセンサーサイズ今この動画を撮ってるねカメラについてもそうだしこれについてもそうなんですがマイクロフォーサーズ MFT っていうねにそういうセンサーがちっちゃいカメラで 写真を始めてみたいっていいっっう方も結構いらっしゃると思うんですなんでかというと結構安いからなんですよ。でいうのでマイクロフォーサーズ機を結構進めるんですが、えー、マイクロフォーサーズに関しては基本的に基本的にですねえっ、ー、とねよそメーカーで例えばブラックマジックとかも作ってるけどそういうのも度外視してスチリ用の主要メーカーで言うとパナソニックとオリンパスなんですよ。で パナソニックとオリンパスって比べた時に女の子は何でか知らんけどやたらとオリンパス行くんですよ。どうも広告戦略といいそのなんだろうな、えー、カメラのそんな作り側とかパンフレットの作り方とかウェブの作り方とか多分そうなんですよね。なんか女性にやたらとビシビシ響くらしくてマイクロフォーサーズであのー。 何って言ってイメージがやっぱオリンパスらしいんですよ。ところが僕の場合はあのパナソニックをまあもちろん当然存在はしてたんだけど、あのオリンパスもパナソニックもね。だけどパナソニック地味だよねっていうイメージでいたんだけど、進めてもらったり使ったらめちゃいいんですよこれ。だからあのねその良さの中に値段が安いっていうのもバリバリに含まれてます。だってこれね新品で今今今調べよう。今日は2019年の、えー、1月。 何日1月何日か1月18日 GX7 マ、えーク2って調べてみるとボディですよボディボディだけだとなんとびっくり4300新品だよびっくりじゃないさすがに今キャッシュバックとかやってないんでこれ以上は下がんないですけど新品だよちょっと待って今びっくりした GX7 マ、えーク2の <laughs> ちょっと待って、標準これ、これと同じ、標準ズームレンズキットだと、さらに300円、ん600円ぐらいさらに600円近く安い、3万9,721円、びっくりだよ、新品で4万切ってんだぜ、この組み合わせ。で、今日ね、僕がお勧すすめしたいのは、これまで僕、いろんなそのズームレンズ、えっと、キットレンズって言ってね、まあ、ちょっとご存じの方、皆さんあれだと思うんですけど、要は、カメラ、初心者向けとか、中級者向けぐらいまではよくあるかな。 のカメラをボディを売るとボディだけじゃレンズないから撮れないでしょかといってみんなどんなの買っていいか分かんねえやっていう人たちのために程よくお安いであんまりボケないんだけどよく映るよっていうレンズをキットレンズとしてくっつけるんですよ。キットねあのあれさ。マクドナルドのマクドナルドはセットかバカガキングでいうコンボみたいなそういう感じですよ。でくっつけて売るんですよ。でその組み合わせがまさにこれと同じ組み合わせが。 3万9,721円新品だったらびっくりだね下手な中古より安いよこれ多分ねでなんでこのカメラ進めるかっていうと画素数がそんな、まあ、いきなり画素数の話マニアックでしょ恐縮ですけど画素数があまりないのでハンドリングしやすいでめちゃめちゃに便利じゃないですよその最新鋭バリバリのなんていうの高,高機能というか、えー、ハイエンド機と比べるとなんかいろいろ削ってあるんですよあのパナソニックののカメラの中でももっと上に GH5 とか G9 とかね今,おなおな今新しい、えー、最新機種の一番上位とかだと20万30万するやつあっても,もっと機能いろいろあるんだけど別にそんな正直ね僕そんなに変わると思ってないです GX7M2 から GX7M3 に買い替えましたけど買い替えてよかったすごくいい買い物であったけど GX7M2 で何が足りないかって言われるとうん画素数がちょっと 大きくなった分後処理するときにちょっと気持ちに余裕が芽生えたっていうのとちょっとだけ、ね、上品な画質になったんですよなのでその辺の細かい話でそれって単車とかで例えるなら290キロ出てたバイクが292キロ出るようになったぐらいの感じまそれは言い過ぎかもしれないけどそれに近いえー、車業界バイク業界の方はきっと分かってくださると思います例えば日清、えー、のキャリパーからブレーキキャリパーからブレンボのブ,ブレーキキャリパーに変えたからって例えばその 高速道路を走っていった時に乗っている人間のそのが事故,事故った時に追突しそうな時の生存率が倍になるとかはないじゃないですか値段は倍とかになるんだけど多分。ごめんね今適当に言ってるようブレーキキアリカーについて僕専門家じゃないんであれですけどイメージねあの要はその機械とか部材の世界って値段が倍になったからって性能が倍になるわけじゃないし例えばデシベルで言ったってパワー比で言ったってさ1 0 0トのアンプと2 0 0トのアンプって比べたって。 簡単な話 EV の場合は 100W のストローを2つ買ってきたら EV2 倍になるでしょだから EV1 段上がってなるんだけどあのパワーとかの場合って 100W のアンプと 200W のアンプを比べた時に1.4倍とかがせいぜいでしょ1.6倍とかにすれば大体ならないもんじゃないですか。 だからそういう感覚でいるので GX7 マーく2から GX7 Mark III に行って値段も大体いいちょうど倍ちょうど倍だねだからといって性能が倍にななっているわけじゃないんですよで僕はこの今のパナソニックさん的には悲しいのかもしれないんだけどすっごい寝落ちしてくれるカメラだからこそ最初の1台だったりフルサイズ機を使っている人のセカンドカメラとかにものすごいおすすめしたいの。 僕は気に入って気に入っちゃったからなんですよでさらさにこの今はレンズキットでわざわざおすすめしているのはこのねついてくる12から 32mmF3.5 から5.6っていうものすごい地味なスペックなんですよ。フルサイズの要は 35mm 版換算でいう24から 64mm のレンズで地味でしょで F 値も3.5から5.6なんですね開放 F 値が。 非常に地味ななレンズなんですが、えー、このレンズがあとでね作例をまとめて GX7M2& このレンズで撮ったやつを作例をバッと見てもらおうと思うんですがもちろん僕の場合ローゲン像をしています、えー、っと弱点を先に僕メーカーの人間じゃないんで弱点を明らかにしていくと JPEG が そんなに良くなにくいです正直なところカメラ内生成される JPEG がこのカメラについても GX7 マーク3にしてもおそらく G9 にしても僕の好みの絵は出てきませんが僕の場合は老現像といってカメラで撮ったデータをカメラ内で JPEG にしないでちょっと待ってちょっと待ってって言ってそのままメモリーカードに記録してもらってパソコンでいい感じにちょっとだけねそんなめちゃめちゃゴリゴリはやらないんですけどライトルームとセフトで老現像をしていますなので その手間ができる人の場合はすでに撮ってる人とかねの場合は全然いいしっていうか初心者の場合はねこれのカメラ内に JPEG 現像でも全然わかんないと思います全然綺麗に撮れるんでっていう感じですねあの上官に訴える写真僕のこう金銭に触れる写真っていうともうちょっと手を加えないといけないけど相性の悪いカメラだとどれぐらいどれだけ手を入れても全然良くなんない気持ち的にね性能的に絶対性能の話ではなく僕の気持ち的にグッと来ないこれはグッと来ちゃったの。 っていう意味で非常に僕は力強くおすすめができるカメラレンズの組み合わせしかもめっちゃ安いので、えー、ぜひ皆さんにでも皆さんにもカメラどうしよっかなやってみたいなって言って4万円お小遣いから出せる人の場合はこの組み合わせね俺が言っちゃってもいいと思うだからこの組み合わせで4万円で買って別に他の手でもいいんだよもちろんあの カメラ1台目何がいいって聞かれる時にオフィシャリーには、まあ、これもオフィシャルなんだけどオフィシャリーに僕,のこう僕個人の統一見解というか公式見解としては一眼レフででで始めるとよよよく不便でいいよって言うんですよだから1台目はこれミラーレスカメラなんですねミラーレス一眼なのでこれがそのものすごく写真学習にいいかっていうと一眼レフでその究極言ったらフィルム一眼レフが一番いいんですよ本当はね。 なのであの別に好きなもん買えばいいやというふうに最終的にしてるんだけどあの統一見解からするとちょっとそごが生じると思われるのかもしれないんですが、まあ、最初の位置で買うのが大事だからね買ってガリガリ使ってみるのが大事だからそういう意味でもこのカメラこのレンズの組み合わせが非常にいいし大満足なので、えー、強くおすすめできますよで,でねもう一個はねその僕ソニーキャノン使っててそこからソニーに乗り換えてそこから今 まあそのソニーはメインで使ってるんですよバリバリ毎日使ってるんだけど同時にはスナップ遊びをこの間台南行ってきたんだけど台湾の南ね行ってきたんだけど GX7 マックスリーだけで行ってきたその今動画撮ってるカメラだけで行ってきたぐらいスナップに関してはもう俺ねマイクロフォーサーズでいいやって思っちゃった花とかに関してはちょっと悲しい写り方をする結構渋い系なんですよどうしても渋いかっちょいい写りするので花についてはフルサイズの方がいいかなと思うんですね でも、僕、スナップで幸せなもの全然取らないで、ガリガリのものばっかり撮ってるんですよ。ガリガリハード、サイバーとかそっち行ってるので、ちょっと暗く沈んだ感じのルミックスがいて、えらい渋い、いいはまり方するんですよ。っていうのもあるので、全然こっちのマイクロフォーサーズというか、パナソニック、パナライカ。パナソニックの使っているライカブランドのレンズっていうので、いいなと思っちゃってるんです。レンズ買い足します、これから多分ね。さらに行くこうと思この間の対難でさらに味をしみたので。と思っているくらいなので、えー い一個ね、まあ、さっきも言った通りいくつか弱点はあるんだけどロー現像しないとちょっと辛くなってくるそのうちねな,なんでこのカメラこんなにそのシャドウ側がベタっとした写りするんだろうとかなるとロー現像に手を突っ込むんだけど僕はロー現像推進派なのでぜひ皆さんにロー現像どんどんやってほしいんですね早めにやった人ほど後で楽になるのでやる気あるならね最初ねっていうことなのでロー現像をやるといいよっていう推進派なのとプラスしてあとあれですねその まあよく言われてるカメラのハンドリングが楽とかねレンズもすごくコロコロでレンズちっちゃいの,こん,なのこんなサイズのばっかりなのよすごくいいので、えー、ハンドリング的にもいいお財布にも優しいであとフルサイズなり何なりって使ってると富士フ,フ,フ,フィルムが APS-C のカメラをコアに持っててそこよりも大きいセンサーが欲しいなっていう人のために、まあ、いわゆる中盤ですよね中中盤盤というほどでかくも僕個人的にはあれ中盤 中中盤盤っていいう感じはすするんだけどまあ、一応中盤ですよ扱いはね 35mm 版のセンサーのサイズを超えているので中盤といえば中盤だからなのであれそう,そういうふうに APS-C とがっちり差をつけてそのもうちょっとセンサーの大きいカメラもラインナップで出してるんですよ。それ、ね、その差をつけた戦略ってすごくいいと思ってソニーの場合はいわゆるフルサイズっていう 35mm 版のカメラね 36mm×24mm のセンサーが乗ったカメラと 24mm のセンサーが載ったカメラと というかそれのサブで使おうと思うと APS-C サイズのセンサーが乗った α6000 番台5000番台っていうのはあるんですよ。でも半端なの APS-C とフルサイズ。レンズ共有できるんだけどレンズ共有できるといっても APS-C のレンズのラインナップが非常に貧弱なので何もできないし電池が共有っていっても新しい方の電池の電池大きくなったんですよフルサイズの方が。 で容量が大きくなって「随分持つぞ1日撮れるぞ」って言っても APS-C の方は古いやつしかまだないのでその辺がかこうこうみ合わなかったり仕事でフルサイズのやつメインで持ってって電池が共有ならサブで APS-C のカメラ1個欲しいと思ってるんだけどそれはまだこれから出るんですよねきっとね α6400 が好評,好評なんていうの今度発売されるよってあの発表されましたけど個人的に全然パスなのであれ。 そういう感じですね。だかあれ、多分電池旧型でしょうだもんね。知らないけどね。全然興味ないので、私はあのそっち系のライターさんとかじゃないんで残念ながら持っておりませんが、そういう場合はもうマイクロ舗装つだけでいいじゃん。イエーイってなってますんで、今あのお友達のこの間だ。台南も一緒に行ったテぺさんはあのてぺさんがね。だいぶこれにはまりそうなので、これを今度貸し出してですね。彼がどんな写真を撮るのかね見たいと思ってます。こうやってろうがね。ソニーと全然違う反応するので、だいぶ最初は戸惑うと思うんですけど。 キャノンからソニーに行った時もローの画像のローデータの反応がいろいろ違ったので戸惑いましたけどね最初に1か月2か月ぐらいは俺はとんでもない失敗をしたんじゃないかと思ったぐらい戸惑いましたが今はもう全然慣れちゃってます、ね、そういう感じですねなのでカメラにセカンドカメラにフルサイズのに対してのセカンドカメラに悩んでサブカメラに似 <laughs> っ,ってたりしたサブカメラに悩んでいる方とか最初の1台とにかく安く始めてみてかつ僕が撮ってるみたいなガリガリだったり 渋い系そういう人の場合はこれ結構おすすめなので是非是非一度あと触ってみるといろいろいいと思うので手がバカでかい人にはちょっと向いてないかもねわかんないけどね人によりますただねパナソニックはすごく使えば使うほどなんか味方したくなる感じなんですよすごくねこう気のいい優しいおっさんたちが作ってる感じで地味なの宣伝とか全然よくわかんないんだけど宣伝とかこう大丈夫って心配になるぐらい地味なんだけど 買って使ってみるとまあこれいただいたんだけど使ってみると、ま、もっそいい作りしてるのよ道具として素晴らしいのでよく考えてあるし親切だしインターフェースが地味だなって思ったら GX 部分 M3 ですごく洗練されてかっこいいインターフェースになったんだよ今度ねあのデジタルのねソフトがかっこいい感じになってたりとか非常にいいので皆さんぜひ、えー、気になったらチェックしてみてくださいというわけで3万9721あっごめ最後にこのこのフードさよ見える 僕の顔にフォーカスゃなくてカメラにカメラにフォーカスしてほしいんだよねできるかなちょっと待って顔を外せばできないあできたできたこのレンズフードをニュッてかっこよくないかニュッてこれすごい嬉しいのやるたびにニュッカチャンこれは純正のフードもあるんだけど僕はね JJC っていう中国製なんだね多分 JJC っていう会社の頑張れ頑張れほ来た JJC という会社のこのフードを使っていますアマゾンにリンクあったらリンクしておきますね、えー、そんな感じでやってますこれこれよくないこれ楽しい撮ろうとするとレンズキャップ外してませんって言われちゃうおっていうかレンズがこの状態で一番広角なんですこれ沈動式で収納時この状態になるのでだいぶちっちゃいっしょこんな感じですなのでこのサイズ首から下げていても肩が凝りにくいのでいいよ いいう感じでござまますまたぜひ僕はカメラを売ってたらいいのかもしれないですけどね、えー、カメラを売ってませんので <laughs> 皆さんに独,独自にね何かしらで手に入れていただけるといいんじゃないかなあともう一個言っていくのはあの僕はどこのメーカーからもお金もらってませんからね本当にあの本当に気に入ったものを勧めてますのでみんな楽しくやりましょうというわけでまたね